どうもです。それではですね、これとこれでいきます。 OK。 レンタルパーティーでモンスターボール級からマスターボール級いきたいと思います。では対戦よろしくお願いします。ということで、レンタルパーティーも使えますね。ちょっと育成がね、追いつかないんで、レンタルパーティーでいきますが、さあ何を出してくるか。ロトム来た。ロトムもね、いいですね。冬売れ。とりあえずゴリランダ入れといたんで、ちょっとね、自分が育成してるわけではないんで、技とか持ち物よくわからないんですけど、まぁ、こんな感じなんで、カバルドン、ロトムのどっち、これあれですね、相手の方が、やけど、シャドーボールでもいいか。いや、入れ替えます。ゴリランダいるんで。本当はね、グラススライダーとか、グラスフィールド貼りたいんですけど、まあ、レンタルパーティーなんで、これでいきますが、いい技持ってますね。定番のボルトチェンジで入れ替えてくるということで、これエースバーンとか出してきたらあれですね、あえて、ボルトチェンジ優秀ですからね。おらおらおら、もう、こうやってくるっしょ。やっぱ持ち物何でしたっけ、お盆。これ多分耐えれないですね。あえて火炎ボール打ってきて。その後インテリオンであれか、行くか。引っ込めてもあれなんですけど、これまあ多分火炎ボール。火炎ボールを外すことを願って、打っていきます。命中。巨大マックスかな。エースまで暴れてきますね。命の玉ですかね。圧倒的に相手有利ですからね、これ。これは、いや、巨大マックスじゃないですね。ダイマックスの方で、まあ、ダイバーンでしょう。ダイバーン、いや、ダイジェットの場合もありますね。ダイジェットの場合もあるけども、とりあえず、この相手が有利なんで、ダイバーン来るか。これは、インテルンで行くしかない。ボレットチェンジ来たか。ちょっとこれは、ダイマックスターン枯らして暴れた方がいいかな。相手早いですからね、早いんで、いやもうこれ行きまーすは、ちょっと天候があれですけど、まあ、まだリベロエースバーンだけじゃなかっただけマシですけどね、しゃあない。本当は空振り保険とかね、発動させてとか感じなんですが、まあ行きます。これ絶対巨大のインテリオンの方がいいですよね。威力160とかいけるんで。だけどまあ、いきます。大ボールが挟みたいですね。低キッスいけねえにしてもよかったんですけどね。まあ、これでいきます。相手タイプは変えれないんで、効果抜群はいけるんで。だけど、耐久性があれですね。巨大装備使いたかったんですが、まあ、いきます。ファイナックルか。いや、ちゃうわ。リベロでしたね。返ってくる相手圧倒的に有利。まあまあ、ダイナックルあれなんであれですけど。エースバーンやっぱ強いですね。ポケットモンスター、エースバーン、ゴリランダーみたいな感じで。こっちは、インテルに、ただ、かっこいいですよ、そんな入らないもんな。命の玉とかね、なんか持ってるわけでもないし、天候も大バーンだったし、ここ行きますが、初手、ロトもね、来ると思ったんですけど、飛行で、これ、コール打っといた方が良かったですね、これ。コール打っといた方が良かったね、これ。でもこれで、激流が発動か、ただ効果抜群は打てないから、あれやけども、難しい。けど、OK。でもこれ逆にいいかもしれないですね。ここまで追い詰められて残ってるんで。よし。ただ相手は、ロトムいますからね。ロトムいて、あれで受けたりとかできるし。ゴリランダーが行きましたかのね。ドラパルト。ドラパルトのが早いかな。こっち大チェットとかないですからね。あればいいんですけど、これ打てばいいんですが、
相手の方が早いかな、不意打ちとかあるかもしれないし。やっぱ相手は早いよね。これ多分レンタルパーティー、これ真面目とかなんですよね、性格が。臆病か控えめとかにしたいんですけど、これはきつい。あー、ドラップアウト強いですからね。やっぱダイジェット大事ですね。10万ボルト覚えてんのか、特殊型の硬い、まあ、人がなんだよ。おお、結構もしかしたらいけるかもしれない。ひるみの作戦でちょっとあえて電気技とかあれ怖いですけど、まあでもハイドロポンプ当てられたらもうこれはひるみでいくしかない。ひるみでいこう。定番のひるみを今一つなんだよな。いきます。ひるみでくれ、外すなよ。 5% の確率を外さないようにしてもらって。やっかてよな。オッケーオッケーオッケー。雨上がる。ちょっとこれひるまなかったらちょっとやばい。ねえ、残り1体なんですけども 5% しかないようにしてしっかりと天の恵みでひるましていくと。ひるまなかったら終了っぽいんで今一つで。はず、うわー、もうアイドルポンプ。あ、なんとか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 って感じか。まあ相手が素早さがあれなんですけど、硬いのとね、あれなんで。はずはずはず、かわせっしゃー。んでエアスラッシュ打ってここでひるんでもらってマジカルシャインって感じですかね。うまくいけば頼むぞ。いけ、ひるめ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 、よっしゃ、ナイス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 。そしたら命中率 100% いきます。これはもしかして相手大パンしてるかもしれないですね。そんな感じで、やっぱ闘技質2ですね。はい、では対戦ありがとうございましたということで、ではこれでいきます。では対戦よろしくお願いしますということで、有利の方、シールドの方やっていきます。モンスターボール級からですね。全然こっちはやってないんでやっていきますが、レンタルパーティーでいきますが、まずはインテリオン、スナイパーですかね。スナイパーかどうかわからないが、とりあえず今回はこんな感じのパーティーなので、ちょっと普通に攻撃してみましょうかね。一応こっちはまあこれなんで特に効果はつくもないけど、もしかしていきなり巨大マックスとかしてくる場合もありますよね。毒でいくか。よし、これいこう、これでいくぞ。タスキ持ってたりとかする場合もありますよね、インテリオンで。毒ったりとかしたらいいんですけどね。とりあえずこれでいきます。臆病なのか控えめの性格なのか。外せ、ゲー。空振り保険もしかしたら持ってるかと思ったんですけど大丈夫ですね。よっしゃ、ドクルー。これはあれですね、またハイドロポンプ打ってきそうですね。これがね、不意打ちとかがあればね、打ったら確実にあれなんですが、ハイドロポンプ食らったらちょっと一撃で倒されるかもしれないですが、まあ一応まあ大丈夫ですね。まあこういこう。おい、では行きます。バック何がいますかね。インテリオンいいですね、かっこいいんで。お、引っ込めた。インテリオン残してくる。もうジュネーターこれいると思ったんですよ。多分こだわりスカーフとかね、エクスエロン的にはそんなんだと思うんですけど、なるほど、受けてくると。よっしゃー、ドクター。これは相手もしかして大パンしてるかもしれないですね。まあそんな感じでいきますが、こだわりスターかな。一応まあこれを打ちます。効果抜群であるんで。で、こっち一応タスキがあるんで、
まあ、攻撃してきても大丈夫なんで、ただこれ不意打ちとかありますからね、あと逃げられない影縫いかなんか使ってくるんで、まあ、そういうのもあります。相手これどこ食らったんやでしょうね。インテリアも食らって、これも食らって、まああと1体いますが、ここ行く、これは相手きついですね。お互いにまあダイマックス残しってことは、相手残りの1体がダイマックスしてくると巨大マックスって感じですね。こっちまだ3体いるんで、レンタルパーティーなんですけど、いい感じですね。来た、デデンヌちゃん、かわいいけども、これはですね、していきましょうか。うん、やりますわ。もう相手あとインテリオンなんで、これいきます。ダイアシッド、ちょっと威力は低いですけども、まあ、相手多分ダイマックスしてくるんじゃないですかね。さあゲンガー、ゲンガーいいですよね。ゲンガーまたねレード出せたらしたいなとも思うんですけど、ルカリオとかね、ゲンガー色違いとかあれ人気なんで、また、出せたら出していきますが、だいたいまあ3日ぐらい同じレードの場所やったら、違うとこのレードの場所また出していこうと思うんですけどね。相手も諦めたんですかね。ダイマックスもしてこなかった。だいぶ刺さったんですね、ゲンガーの技とかが。こっちでまた倒されかけて、タスキーもあるし、道連れもあったりとかするんで、相手これ諦めましたね。いや、これが巨大化してやってくるんですかね。ただ毒があるので、これは、これですね。OK、ではありがとうございました。ちょっと順調にマスターボールランクいっていきたいと思います。これでいきます。では対戦よろしくお願いします。レンタルパーティーなんですけど、まあいけますね。最初は、後半ちょっと心配ですけども。さあまず1体目は、うわー、初手ダイマックスかな。初手ダイマックスのダイストリームのスイスイの、3立てって感じかな。もしかしたらそうかもしれないですね。キングドラ命の弾持ってたりとか、ちょっとトリキスとかもいるか、もしかしたらシャテダイマックスでもいいかもしれないですね。スイスイ道連れも効かないですもんね。ダイマックスされるとスイスイで抜かれるとなんか無双って感じもします。キングドラね、また出していきたいと思うんで、楽しみにしていただいて、ちょっとこれいきますわ。うん、あー引っ込めたか。あー、そしたらこれ頑丈じゃないですか。頑丈の麻痺にしてきてるか、そんなんで、してこなかったか。もしかしたらしてくると思ったんですけど、まあ巨大のゲンガーでもないんですけど、ダイマックスですけども、いきます。来たか。やっぱりこれビリビリチクチクとかありますからね。ホップスリスリかなんかあるんで耐えてくる。これは相手うまいですね。ちょっと焦りすぎましたね。頑丈はこれでまあ潰したけども、ダイオールとかしなくてよかったですね。なるほど。これ効果なしやし、これでいきますが、ちょっとダイマックスはあんましないですけど、これがね、あー、OKOKOK、あれ確定麻痺じゃないんですよ。 OKOKOK、 よし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 、まだ OK、 まだ OK で、次相手はダイオールして雨降らせてスイスイで抜いてとか、そんな感じかもしれないですね。道連れが効いたらいいんですけど、多分ダイマックスには効かなかったんで、もう一体出してくるかどうかわからないんですけど、とりあえずキングダラはいたということで、ブルー、ダイオールですかね、多分。ダイオールしてくるかな。まあ、まずはダイマックスしていきますが、ここまでの展開は読めますが、ちょっとあれですね。
トゲドマルにダイマックスのターンからされてしまいましたが、焦る必要はなかったですね。やっぱ冷静さが大事っていうことで、ダイオールじゃないですか。いや違う、どんぐらい耐久性ありますかね。これできるだけ削りたいんですけど、半分入れば、でこれスイスイなんですよね多分。ヨロタナと あれですね、キングダラとか相性がいい、コンボがいいって感じですが、やってみたいなと思うんですけどね。ニョロトも欲しいし、で玉型、これね、なんとか枯らしてなんとか行きたいが、雨が早く止んだらいいんですけどね。逆にこのインテレオンを受けたりとかして、あれもありですね。とりあえず枯らしていきたいが、雨がね結構長いんですが、多分相手のが早いと思うんですけど、これが効かないんですよね多分。いきますが、そうですよね、大ストリーム打ってきて、次どうしようかな、インテルン出して受けていくかな。キングドラいいですね、ジムリーダーとか使って強いと思いますが、まあ弾のダメージも入れつつ、逆にこれ空振り保険でいったらいいか。雨が止まないときついですね、3立てできたりとかするポケモンなんで。ちょっとインテリオンよろしくお願いしますということで、吹雪かシャドーボールか、こっちのが安定ですね。さあタイドラゴン来る、これで攻撃下がりますからね、下がるけど、よし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 、オッケーオッケーオッケー、フル打ちとかもあればいいんですけどね。弾のダメージ入って、これどうでしょうね、やっぱ残りますよね、きついな、雨が降ってて。不意打ちがあれば OK なんですが、絶対打つのが早いからな、ほんま。雨が残り2ターンか、きついな。これでインテリオンが倒されて、これ本当は不意打ち行きたいんですけど、そしたら倒せるんですけど、次攻撃質出して攻撃されて終わるかもしれない、ね、あでもまあ、あれか、濁流か、素早さが速いって強いですよね。あでも弾ダメージで OK ですね、これはいい勝負になりそうですね。もし詰めたら悪巧み詰みたいですけども、相性良かったらいいんですけどね。さあ何が来る、名前がちょっとわからないけど、これは何型ですかね、クイックドローの方かもう一つの方か。とりあえず雨があって、シェルブレードとか、これはもうこれ行くしかないですね。これで行こう、よし当てるよ。ちょっとヒヤッとするけど 5% 半分はいかない、これがどんぐらい入るかですね。シェルアームズ、うわぁ、効果抜群ですからね。ダメが、これひるませていかないと無理ですね、これ。クイックドロー引かれたりとかしたらもう、無理です。ちょ、頑張って。頑張って。頑張れ。急所行け。こういう時に急所行ってくれたら、よし、ナイス。それでこそ、それでこそ、トゲ消すですよ。じゃこれでいきます。よくやった。よくやりました。ああ、よかったよかった。あぶねえ。では、対戦、ありがとうございました。では、これでいきます。では、対戦よろしくお願いします。まあ、順調ですね。レンタルパーティーなんですけども、レンタルパーティーなかなかね、まあバランス良くなってますするので、ポリゴンツは絶対来ると思った。そのために格闘技入れたんですけど、まあ自己再生で道連れもありですけどね。ポリゴンツは、あーなんかなー、毒とかにできたらいいですよね。
ちょっとこれが来たということは、アーマーガーとかトゲキスあたりとかいそうですよね。とりあえず、これやってみます。毒にしたら大きいんですけどね、毒にしたらあえて崩れ始めるんですけど、ポリゴン2が、シャドーボールって優秀な技がありますもんね。これね、ちょっと道連れしますわ。あえて自己再生してくるか攻撃してくるかどっちかですけど、素早さ先制で、シャドーボール封じ込めた。これは大きい。うん、攻撃したとこでちょっと勝てないので、ひるませとかそんなもいけないし、うん。ちょっとこれは、これでいきます。自己再生とかね、されて積むのが嫌なんで、さあ、攻撃してこい。うん、攻撃してくる。さあ、道連れにされるがいい。いいですね。タスキの道連れコンボいいと思います。最高。この次ですね。この次が、もうこれ出してやった方がいいなぁ。俺なんだ、できるだけ削った方がいいか。飛行技がないんでね、素早さがあれですけど、アーマーガーか、トミキス、気するんですけどね。これ出していきますか。ゴラススライダーとか欲しいんですけどね。とりあえずゴリランダで様子見ます。相手がもしダイマックスしてきたら、それでちょっと枯らしたりとかしてって感じで。アーマーがトゲキスどっちかは入ってると思うんですよね。ちょっともう一回相手のパーティー見ていきますが、これ相手が先に出してきたらいいんですけどね。こっちが先に出すってなると、相手有利なんだせるんで、多分不利だと思いますけどね。ウーラオス来た。ってことは、あと一体トゲキッスか、アーマーガーかな。とりあえずこれはいいですね。素早さ下げる。スカーフ持ってるか、弱点保険持ってるか、ダメージ受ける。これいこう。急所が強いですからね。していく。これあれですね、ダイマックスしてなかったかもしれないですね。まあでも、残しておいてもいいか。はい、来ました。これ巨大ですね。ラオス。ちょっと素早さ下げて、ね、次に備えていきたいんですけど。素早さ上げてくるよね。一回素早さ下げるけど、ほんでその次またダイジェットされて素早さ上げられて終わりですね。終わりでーすって感じかな。これなんとか耐えるか。身持ってるんで。やけど、いや、耐えるのか。ダメージ大きい。これも下げるのは大きい。でまたダイジェットでしょ、打ってくるのは。とりあえず、まあ、有効な技は一応あるので、思念があるので、これ耐えてもらえれば、これ打っちゃっていいですね。命中率100で、もしよかったら倒してもらって。で、最後、ダイマックスして倒していくって感じで。ダイナックル打ってくるか。こうか。じゃあ、これで枯らせるんでいいですね。そしたらドラムアタックでもよかったかもしれないが、素早さ上げるの諦めてきて、この次か。ナイス。やっぱゴリランダパワーありますね。意地っ張りとかね、なんかそんなんが育成るんでいいと思うんですけど。これは大きい。まあ、引き分けになりますね。ドラムアタックでよかったですね。そしたら、やけど倒せるんで OK で、そしたらこれで暴れていきたいと思います。リベルではないですけどね、レンタルパーティーのあれ使ってるんで。まあ、いいでしょう。これでもし相手アーマーガーとかだったら断然有利なんですけどね。めっちゃ考えてますが、おこれは有利ですね。来た来た。来ましたよー。で、グラスメーカー。パワーありますからね、ゴリランダーね。それ注意なんですが、地面タイプの技とか格闘タイプの技とかあるんで、とりあえずこれはこれにして、まあこれでいいか。 OK。
焼き尽くします。やっぱグラススライダーゴリランダ強いですね。なんかその対策で装飾のメルゴンとか使われたりとかありますけど、やっぱ環境は変わりますけども、いろんな対応策がありますね。さあでは選ばれてもらって、巨大マックスのね方のリベロとかそっちではないんですが、まあいい感じでいけるっしょ。命の玉が叩き落とされるけども、まあ玉ダメージがなくなるっていうことで、まあいいでしょう。オッケー、最高、相性良かったですね。最後やっぱミスズレ大きかったと思いますね。詰ませるポケモンが1体いて、それを詰ませなかったということで、大変ありがとうございました。